関大臣は国会で居眠りしていることが多く、まさに国会の居眠りを、確かに目をつむって皆さんの話を聞いていることは何度かありました。しかし、多くの場合はですね、議論が私に関連したところであればきちっとした形で対応してきたつもりであります。堀雅子君、居眠り王からの全く誠意のない答弁でございました。菅総理、寝てる場合じゃないんですよ、あなたも、ね、寝てる場合じゃないんですよ。これは今の3者はですよ、ね、中身がない。菅さんだけを見ると空き缶とかすっから缶とか言われておりますが、小沢さんと比較するから菅総理が選ばれた。私も野党時代相手を怒らせる質問がうまかったんですが、森友子さんもなかなか失礼しました。森雅子さんも、相手を怒らせる点においては大変優秀な野党議員になれたなとこのように感じております。そのどういう仕事をやっているか中身で判断をいただきたい。例えば一昨日も2日前にどうしてですか、答えちゃいけないの、いいですか。今リーダーシップについて問われてるから、リーダーシップについて真正面から答えてるじゃないですか。森雅子君。菅総理、名前間違えないようにお願いします。私は森雅子でございます。さて、総理、民主党の目玉マニフェストの目玉政策だった子ども手当の2万6000について先般国会の答弁で当時の小沢代表から2万6000円って聞いたときはちょっとびっくりしたとおっしゃってましたが、何にびっくりされたんですか。その数字を聞いたときに、いや、これはなかなか思い切った形だなと。その後もそのことを前提として今実現に努めているところです。野田大臣、この2万6000円聞いたときびっくりされましたか。私はゆたっとしてる方であまり驚きません。蓮舫大臣、2万6000円と気になったときにびっくりされたんでしょうか。取り立てて驚きはしませんでした。ちょっとびっくりしたのは総理だけだったということなんですけどね。私この発言素直に聞いて、社員はこうだと言いますけども、人生いろいろ、会社もいろいろ、社員もいろいろです。政党もいろいろ、議員もいろいろ、人生いろいろなんです。確かに総理大臣もいろいろですよね。総理として靖国神社に必ず毎年お参りをしますという約束をされました。今年はいつお参りをされるんでしょうか。適切に判断してまいります。もう一回答えてください。適切に判断してまいります。行くのか行かないのか、行かないこともあり得るのか。適切に判断いたします。まだ決めていないんですか。菅さんも代表を辞めてお遍路回りした割にはちょっと手繋いで現れたのはサミットに6回も出席した小泉総理。ベルルスコーニ首相との息もぴったり。I love Verdi, Paganini, Italy. Spaghetti. Sofia Loren. 75歳以上の後期高齢者について独立の医療制度を創設することにより財政運営の責任主体を明確化するとともに、あれ週末とか末期よりいいだろうということで抗議になったんですか。少しくらい負担していいじゃないのっていうのは今度の医療制度なんだけどね。若い人がね、朝は生太郎って何だ。
朝生太郎ではありません、麻生太郎です。引退するというのは間違いないですか？間違いない。小泉総理が引退を、明らかにしました。進次郎があとやるって？進次郎がやるの？あのお父さんと違って、あの普通の人よ。ぶら下がりってどうなんですか？これは少なくとも小泉内閣の時まではなかったんです。そうですね、あの時から始まった。世界中でぶら下がりやってる国の、あのないで毎日やっていくようなってないですよ。クリスマスですが、総理今年は苦しみますで予定ないね。総理もいずれノーベル賞という。ノーベル賞ぐらい。ちょっとし、あんまり調査やりすぎんじゃないの？総理は特に心配は、全くしてません。支持率もいろいろ。随分と余裕が終わりで。小泉さんが始めたから迷惑しましたか？迷惑しました。全部迷惑してる。そこで新聞報道について、私はこの報道は誤りだ、明らかに違うことって随分ありますよ。それはそれは亀井先生だってそうでしょう。新聞報道とか週刊誌が本当だったら亀井さん今頃大変なことになってますよ。それはそれは違うんですよ。だから私もいちいちですね、そんなことで法的に手段に訴えたりそういうことはいたしません。亀井静香君、あのね、総理そう興奮しちゃダメですよ。一国の総理、今現在のこの国の統治機構としての国が行うことに対してそれを支持する愛せよということでは当然ないわけで、ありまして、今私の内閣を例えば愛せよということを全く私は言っていないわけでございまして、当然、これは福島先生が総理になることもあり得るわけでありますが、その福島総理がやられることを私たちが全面的に肯定して愛するということはあり得ないわけでございます。大阪維新の会が、与党でないのは確かで、あります。繰り返しになりますが、これ下地、さんたちはこれ野党です。まあ、下地さんはもう自民党の時からも野党みたいな、そういう立場だったです。ですからね、ですから、まあ、しっかりと野党として言うべきことは言っていかれるんだろうと、野党のあるべき姿を、改築をされたんだろうと、まあ、このように思います。省内で、今頭の体操と言いますか、頭の体操、また P3C、およびイージス艦の展開についてはですね、P3C? PAC-3 ですね。国民の皆さん見てください、この大あの政府の答弁席。今日は外交安全保障の集中審議、防衛大臣は前の席ではなく後ろの方に逃げている。確かに後ろの席にいるのは官僚が耳打ちしやすいからか。田中大臣、前に座ってください。田中大臣が前の席へ移動すると、官僚たちも本当に大丈夫なのか。田中直樹防衛大臣、この制度にもしなったらね、所得比例の中に入っていくと、税率は、保険料率いくらですか、民主党さんがおっしゃってるやつは。岡田副大臣、お答えする前、私は国民年金ですので、昨日も税務申告の資料をちょっと整理しておりまして、私のうちで私と妻とそして長男は国民年金加入でございます。数字は見たんですがちょっと覚えておりませんで失礼をいたしました。でご質問は何でしたっけ。保険料はですね、まあ、そういったことはこれからの制度設計でやったことを、国民に対してやったことと同じことを今度外国人の方にもやってるんですよ。ひどい男ですよ、あなたは。でたらめじゃないか。そのことをでたらめとも思わない。映してあげてください、この顔ね。どんな顔でそんなことができるのか。私はね、あなたのような人間問題としてでありますので、それを私がですね、何かその次期総理大臣だからこうだということにはならないのではないかと思っております。西田昌司君、あなた方の拍手は一体何の拍手なの。信じられませんね。まあ、皆さん写してあげてください、こういう方々です。それでじゃあこの際委員長に要求します。立山で西田君、その時の幹事長は誰ですか。はい、どうぞ。
それは名前言ってあげてください。枝野幸男さんです。ここでの本当の議論ができるんじゃないですか。なぜ出さないんですか。はい、野田社会保障担当大臣岡田、うん、以上で片山虎之助の質疑が終了いたしました。それでは最後に松添虎之助君の質疑を行います。委員長、はい、松添君、今日は安倍内閣の経済政策について主としてご質問いたしたいと思います。